酒っていうのはですね、醸造酒っていうお酒になります。醸造酒っていうのはですね、まあお米を発酵させて作ったお酒なんですけれども、ロサンゼルスの方だったらワインが有名ですね。日本酒はですね 80% が水なんですね。 80% が水ということは、水が美味しいところのお酒は非常に美味しいと。熊本はですね、非常に水に恵まれてますので、うちはですね、地下120メートルの地下水から水を汲み出して、でお酒を作ってます。伝統的な作りでありながらも、香りがしっかりあったりとか、熟成したりとか、いろんなお酒が今楽しめるようになってます。いろんなところで日本酒を楽しんでいただければと思います。熊本で待ってます。